愛してるよ、富江。秀夫、なんだよそれ。なんか言うことないの？ただいま。おかえり。俊一たちと飲んでたらこんな時間になっちゃった。可愛らしい女の子から電話あったよ。りえちゃん、明日来るって。ねえ、今安心したでしょ。何が？あの女だと思った。まだ言ってんのかよ。もう関係ないって言っただろ。ちょっと、どこで飲んでたの？どこだっていいだろ。たくみ、まあ、もしもし。あ、お前か。は？何言ってんだよ。いや別に暇だけどさ。どうなんだよ。
すぎないでください。食べる方に専念したいと思います。あー、俺も俺も。そんな食べ放題じゃねえよ。ちょっとすいません、誰かちゃんこ持ってきて。ちゃんこ、何考えてんだよバカ。お前らが落ち込んでると思ってわざわざセッティングしてやったんだろ。昔の女忘れるには新しい女作りゃいいんだよ。それにしてもな、由美子、どうしたの3人とも。暗いよ、組織帰りみたい。暗くもなるっつうの。なんだよこのやつよ。ちょっと待って、贅沢言わないでよ。いきなりだもん、こんなもんでしょ。これでもそこで集めたんだから。まあしょうがねえ。何それ、男だって大したのいないじゃん。あれ、ちょっとどいてね、聞いたよ、なんかさ、すっごい賞取ったんだって。私結構絵とか好きなんだよ。おお、なんだよ、ちょっと照れかわい。ちょっと誰か店の人に聞いてきてよ。何ですか。すいません、部屋の電気は消えちゃったんですけど。あ、で、電気大事にした方がいいよ。やめたらあれ？遅れてきた人？富江。富江？秀夫君の知り合い？誰かわいやん。マジで？おい、あれ誰だよ。おい、誰だよ。いつ来たの？こんにちは。ひろあきです。はい、ね、ね、ほ、ね、ほしないじゃないですか。俺勝るってんだけどさ、ね、趣味とかある？これ、携帯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 、前ら、引っ込んでろ。富江は俺のものなんだからさ。何言ってんだよ。何気持ち悪い。どういう関係なの。ちょっと、沙織の話、まだ途中なんだけど。あ、でもさ、あの子結構可愛いし、仕方ないんじゃない？ちゃうやな、ちゃうやな、遅れてきた。そう、あいつの子だよ。私、いつからあなたのものになったの？人殺し。なんかつまんねえな。あれが誘ったんだろ。俺のいたわりが分かってねえな。これが友情ってやつだろう。合コンがか。お前今のあいつ一人にしておけるかよ。まあな。あれ、秀夫。おい、秀夫。うんこか。合コンで吐くなよ。なあ。あいつ由美子に無理やり飲まされたんじゃねえか。違う違う違う、ブスばっかで気分悪くなってんだよ。お前じゃねえんだよ。どうした？たく人の顔つぶしてくれるよね。ちょっと由美子どうなってんの。今日の星一つだからね。なんだよ。おい、そんなんはあのね、姉ちゃんさん、あの、お前のお魚味は通天のとこにある串カツやね、おいしいから。何言ってんだよ、こっちは。お前ごめんね、何やねん、お前ごめんね、大丈夫、大丈夫、俺がどうして食べる、お前は。おい、あの女、ん？さっきあんな子いなかったよな。へぇ、可愛いじゃん。違う、昨日の。昨日？
よ。秀夫。大丈夫。え？あ。リエちゃんじゃない？はい。そう。それじゃあ今日これから。すいません、お待たせして。ごめんなさいね、こんな時に押しかけてきちゃって。いえ、あの、どうぞ。あ、どうもありがとう。この子、ひとみさんのことなんか何にも言わないんだもの。これじゃあお母さん、何にもすることなくなっちゃったね。あんた何言ってんの？リエのこと、2、3日お願いしますね。別に、私ライブ見に来ただけだし。夜、ちゃんと電話すんのよ。それよりさ、私どこで寝るのかな。ここって 2DK でしょ。ここで兄貴とひとみさんが寝るんだよね。何言ってんだよ。だって気になるんだもん。大丈夫よ、私声出さない方だから。あの、湯の沢ってどういうところですか？ああ、そうね、すっごい田舎。これといった名物もないしね。でもよかったら今度遊びに来て。裏山にね、綺麗な滝があるのよ。あ、前匠が話したとこ。ねえねえお兄ちゃん、この前テレビ局が撮影に来てたよ。結構有名なの？ホラー番組の特集。自殺した人の霊が出るんだって。変なこと言わないの。人少なかったな。秀夫のおふくろさんって気丈な人だよな。うちのおふくろだったらアバいかねえよ。どうかしてんだよ。あれだけの家に一人息子ほっとくような母親なんだぜ。どうせ自分は男のところにでも入り浸ってんだろ。あいつ本当は寂しかったのかな。鈍感なやつはいいよな。なんだよそれ。まあいいけど、それよりお前なんかごまかそうとしてんだろ。何が？さっきからずっと俺たち同じこと考えてるだろ。あの女、もうその話はやめろよ。俺は納得しないぞ。あの死体、確かめに行こうぜ。俺は嫌だからな。怖いのか？よくわかんねえけど、もう関わんない方がいいと思う。そっか、分かったよ。おい
なた、私のこと探してるんでしょ？何よ、喋ることもできないの？みんなの前ではあんなに威張ってるのに。変なの。来るな。ひどい。自分で探してたくせに。こんなに汗かいちゃって。ハンサムが台無しね。あなた、私の顔に平気で泥かけてくれたわよね。もう大変だったんだから。小石とか虫とか口の中まで入ってきたの？あなたもなの？ちっ、きっとさ、秀夫君には自分にしかわからない悩みがあったんだよ。こんばんは。ねえ、あなた今日私のこと見てたでしょ？どうして助けてくれなかったの？私たち目があったじゃない。それに秀夫の時だってあなたが手を滑らせたせいで私頭打ったんだから。ねえ、たくみ。何？誰なの？あれ？なんかどっかで見たことある。あなた誰ですか？ああ、思い出したわ。あなたの顔。そういうことなの。嫌な感じ。どういうこと？この人誰なの？匠とはね、初めて会ったのどこだっけ？内緒に急いであげる。この前会ったのは確か合コンよね。合コン？あなた誰？匠とどういう関係なんですか？怒ってるの？あなたこそ何なの？私は、匠の恋人です。知ってる、ひとみさんでしょ？彼ね、
今日私が襲われた時離れたところで見てたのよ。なのに自分は隠れちゃって助けてくれなかったの。逃げちゃったのよ。ひどいと思わない？帰ろう。ねえ匠、あなたの周りって面白い人がいっぱいいるのね。私も仲間に入れてよ。あなた何言ってるの？おかしいんじゃない？匠、またね。もう二度と近づかないで。怖い。でもきっとそうもいかないんだ。また会いましょう。ねえ匠、話があるんだけど。ねえちょっと。疲れてんだよ。逃げないでよ。しゅんちゃん。しゅんちゃん。お友達来てるわよ。女の子よ。この前の合コンに来た子でさ、もしかしてあの遅れてきた子？なんで？匠で4人目なんであんな女がいいわけ？俺はそういうんじゃないよ。どうだか。なああの女って誰の紹介？それがね、女の子に聞いたら誰も彼女のこと知らないんだよね。え？多分秀夫君が呼んだんじゃないの？知ってるみたいだったし。名前は富江。分かってるのはそれだけ。富江。お邪魔します。たくみくんよね。昨日はお葬式来てくれてありがとう。はい、いえ。どうしたの今日？あ、ちょっと来てみたくなって。じゃああの子の絵でも見てやって。ねえ、あの子彼女とかいたのかしら？
ょっと僕はこの子の写真がね何枚かあったのね知らない知ってる？え？あ、え？そう。あの子のことだからきっと片思いね。それ匠くんにって昨夜あの子が夢に出てきてねこの絵をあなたに渡してほしいってもらってくれるでしょ叫ばないでよごめん私から離れちゃうよあ気をつけるよねえ私口紅なくしちゃったのこれ買ってこれがいいしゅんちゃんじゃん。お母さん、お帰り。ねえ、ねえタバコ買ってきてほしいんだけど。ちょっと行ってくんね。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ただいまおばさん。あなたどういうつもりか知らないけど、そろそろ帰った方がいいんじゃない？お化粧上手よね今整形医療も進歩したしシワ伸ばすのも簡単よね何の話でもあれはやめた方がいいんじゃない自分を捨てた男の仏壇まで作っちゃって恥
そこまでして一体何を守ろうとしてるの？息子にまで嘘ついちゃって。あなた何者？あなたこそ何者？自分のことさえ何にも分かってないくせに。トミエ、トミエ、何すんだよ。大丈夫、すぐ冷やそう。ごめんね。コーヒー入れたわよ。さっきはごめんなさいね。大丈夫だった？これ高級な豆なのよ。私コーヒー嫌いなの。お母さんにあげるわ。どうしたの？飲まないの？毒でも入ってるのかしら。私はさっき飲んだから。いけるじゃない、大豆のコーヒリエは？お風呂。なあ、お前さ、秀夫のことどう思ってた？え？秀夫くん？どうって何が？
それあいつの部屋から出てきた。何？いやだからあいつお前のこと好き。やめてよ、そんな話聞きたくない。秀夫君が死んだことなんて私には関…そんなことより私は匠のことが知りたいの。あの時の女誰なの？お前が勘ぐるようなことは何もないから。嘘つかないで。嘘なんかついてないよ。だったらちゃんと説明してよ。それは何？これ何？あの女がつけてたのと同じ色じゃない。いやこれはきっと。それにあの絵見たのか？あれあの女でしょ？いや違うよ、あれは秀夫の。秀夫君もしてたの？一緒になって私のこと笑ってたんだ。いい加減しろよ。本当のこと言いなさいよ。朝帰りした日あの女と会ってたんでしょ？それ新しく出たやつでしょ？ええ。貸して。でもこの色、ひとみさん似合わないよ。いいのよ、もらい物だから。お兄ちゃんからじゃないんだ。どうかな。お兄ちゃん浮気したんだって？匠が言ったの。やっぱりそうか。喧嘩の原因はそれか。やられた。この子。ちょっと待ちなさい。あんた可愛くないわね。ひとみさんが可愛すぎるんじゃないの？はあ？ねえ、明日帰るんだからさ、渋谷でも連れてってよ。ねえ、どうせ暇なんでしょ？おごんないよ。わざわざ来てもらったのにごめんなさいね。いえ。この頃ずっと部屋にこもったまま出てこないの。また来ます。じゃあ。たくみくん、たくみくん、ちょっと。あなた富江って子知ってる？え？
その子が何か知らないんだったらいいの、忘れて。あ、おばさん、ちょっと待って。おばさん、あ、ちょっと待って。おばさん、おばさん。知ってる、ひとみさんでしょ。私が持ってくの。文句言うなよ。だってこんなのどこ置いてくのや。押し入れとかなんやとかあんだろう。どこだっていいよ。お兄ちゃん、え、ひとみさんのこと大事にしなきゃダメだよ。ああ、分かった分かった。じゃあな。さあ、この前。おかえり。何してんだ。別に。おい、これまだ使えるだろう。いいの、もう嫌なんだってば。ただいま。どうしたの、掃除なんかして。とりあえずね、母さんの触ったものおかしな匂いがするって言うんだ。何これ。トミー、人の使ったものは嫌なんだって。やめて、やめて、やめてよ。シュー、触るなよ。母さんの匂いがついたらトミエのそばに行けなくなるだろ。ひとみ、あれ、ここって。え？
どっか具合でも悪いのか？変な夢見た。ん？俊一くんがね。俊一？俊一くんが。やっぱり何でもない。あ、おやすみ。おやすみ。じゃあ、起こしちゃった？これ、富江？そうよ。母さん、押さえてて。やっぱり男の子ね、力ある。昔よくこうして二人で夏休みの工作作ったわね。うん、あの時は楽しかったな。母さん、俺感謝してるから。どうしたの突然。父さんが死んで生活苦しかったのに、欲しいもん何でも買ってくれた。そんなこと。これからは母さんのことをもっと大切にするよ。
いいのよ、今まで通りで。ちゃんと二人きりで出歩くの久しぶりね。そうだね。お母さんね、会社で今期の営業成績一番なのよ。すごいじゃない。明日の朝表彰されるの。あ、ちょっと待って。大丈夫？いや持つよ。大丈夫。お手当も出るはずだから、二人で温泉でも行かない？そうだね。そうだ、それじゃあ今夜二人でお祝いしようよ。本当？うん、嬉しい。大丈夫？やるよ。ありがとう。俊一？何？ん？どうしたの？豪華さん。うん。俊一。俊ちゃん、なんか聞こえなかった？ちょっとどうしたのよ。ねえ、しゅんちゃん。しゅんちゃん、痛いから離してよ。純ちゃん、それ人殺し、化け物。なんて言ったの？痛いな。
白くちゃババア。なんてしわくちゃ。うるさいわね、この笑い袋。この後どうなるか見てなさい。あ、ちょっと何なのよ、ムキになっちゃって。話しなさいよ。どこ行くつもりなのよ、話してよ。やめてよ、お母さん。話してってば。話してあげてよ、お母さん。何よ、ここ。俊一。嘘でしょ。出してよ、お母さん。もういたずらしないかな。塩らしいこと言ってんじゃないよ、この化け物女が。化け物女はお母さんの方じゃない、人殺し。誰か助けて。おとなしく死になさい。また会いましょう。さよなら、トミエちゃん。なんか久しぶりだな。誰もいないのか。母さんが奥で寝てる。ちょっと変わった病気になってな。話ってなんだ。俊一、お前瞳にあのこと話したろ。あのこと、森に埋めた女のこと瞳に話したろ。どうして俺が瞳に話すんだよ。じゃあなんであいつが知ってんだよ。瞳なんて言ってんだ。夢で見たって。夢、何度も同じ夢を見るって。お前、本当は分かってんだろ。彼女は瞳じゃない。何言ってんだよ。あの女か。お前なんか知ってんだろ。富江は死なないんだ。何度殺しても生き返ってどんどん増える。でもどうして瞳が。そんなことどうでもいい。
これでまた富江に会える。お前もそれを望んでたんだろ。どういうことだよ。俺は知ってるぞ。お前は富江に会いたかったんだ。何言ってんだよ。由美子に富江のこと聞きに行っただろう。俺んとこに来たのだって富江のことを知りたかったからだ。お前が愛してるのは本当に瞳か、それとも違う。そんなことあるわけないだろう。まあいいや、また来るよ。母さん一人にしておけないし。どうしたの？瞳だよな。俺のことわかるか？何？どうしたの？初めてデートした場所覚えてるか？うん。あれ？初めて二人で行った場所だよ。どこだっけ？これ使ったのか？買ったのかって聞いてんだよ。一度だけ。何？どうしたの？俺たち二人ともお台場初めてでさ、なんかすげえはしゃぎ回っちゃって、でその時そんな目で見ないでよ。私これからどうなるのかな。大丈夫だって。そのうち
そのうち私が全部忘れちゃっても匠は大丈夫なの？私から離れない？ずっと一緒にいてくれる？当たり前だろ。もしもし。俊一か？母さんが死んだ。ありがとうございました。息子さんも大変よね。あんな二枚目なのに。ありがとうございました。この人何も言わなかったけど、前のご主人って別れてたんですかね。ちょっと変わった病気になってな。もういいんだよ、母さん。大丈夫だよ。心臓は止まってるんだ。でも今。お前が心配することはない。同じ味だ。うるせんだ。そこにいるのは瞳じゃない、富江だよ。お前が好きなのは瞳の方だろ。どうかお前、富江を独り占めする気だな。うるせんだよ。焼きもち焼いてるの？アルバム見てたの。そしたらまためまいがして、なんか自分が
自分じゃないみたいな。夢は見なかったか？白い夢、その向こうに部屋みたいな。部屋？犬が吠えてた。誰か入ってきた。女の子。丸いもの。タイヤ。バイクか。あの絵だ。おい、たくみ、お前に扉は渡さないぞ。彼女は俺を愛してるって言ったんだ。やけに吠えてないね。なんとかしてよ。そうだめ、犬だから吠えないな。今日お前ちゃんと散歩したんかい？今日は休みなの。盛りの時期だからしょうがねえだんべ。おめえと一緒だよ。ちゃんと散歩してあげないからいけないんでしょ。あんた自分で飼いたいって言ったくせに。どうした？さあ、その前に目が覚めて、なんか変。どうした？ひとみ。
くれたのね。私も探していたの。あなた優しくしてくれた。お前違う。友達と喧嘩してまで私を守ってくれた。違う。お前は俺が守ろうとしてるのは瞳だ。違うわ。あなたは自分で認めたくないだけ。うるせえ。俺は瞳を瞳だけを強がっちゃって。つまらない思いにしがみつくのはもうやめたら。あなたもう自分で気がついてるはずよ。俺はそうよ。あなた私を欲しがってたじゃない。あなた自身生まれる前からずっと。お前お前何なんだよ。またそれ。あなたたちっていつも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 同じこと聞くのね。つまんない。じゃああなたは一体何者なの。自分のことさえわからないくせに。何かを信じてないと生きていけないのね。何かを決めつけないと怖くて怖くてたまらないでしょ。今までもそう。みんな同じ。勝手に私に近づいてきて、そのくせいざとなると。あなたもなの。どうして生まれてきたの。なんでこんな世界で生きてるの。今なぜここにいるの。ダメだ瞳、近づくな。こいつは化け物だ。化け物。それならこの子も化け物ね。あなたお姉さんなるのかしら、それとも妹かしら。どういうこと。何これ。あなたは私。まだ出来損ないみたいだけど。匠、私を森に埋めて喋りで泥かけたのよ。そうそうよ。
あの時私白い布に包まれたままで、そのまま匠と俊一に運ばれて。瞳。そんなの初めからいないのよ。あなた、私に会うためならとりあえず誰でもよかった。そうでしょ？出来損ない？さっきあなたそう言ったわよね。そうよ。あなた自分を見てみなさい。たくみ、もう終わったことは許してあげる。だからこの女殺して。たくみ、この女殺して、お願い。殺して。匠、早く燃やしちゃって。私を殺しても何も変わらないわ。それはあなたも分かってるはずでしょ。私は死なない。あなたはそんな私を欲しがってる。無駄よ。殺してよ。おう、これで終わりにするんだ。おみえ。バカね。また会いましょう。離してよ。
麗だろう。行こう二人で。あなた何考えてんの？なんか勘違いしてない？二人でずっと一緒にいるにはこれしかないんだよ。瞳なんだな。瞳、お前、俺のせいでこんな。ごめんなさい。私ややこしい女だよね。うるさくてさ、や気持ち飽きて自分勝手で。そうだ、お台場行った時最後落としちゃって何も買い物できなかった。そうだよ、二人ともお金なくなっちゃってさ。だけど俺たちその時初めて。俺たち絶対二人で生きていこう。匠、好き。匠。